武ン氏とは、フランス文学黎明期に現れた、女子誌のこと。最も早いもので11世紀後期から12世紀初期、つまり、トルベールの女上誌や、初期の因文の騎士道物語の出現の100年前に、作られた。武ン氏は古フランス語で書かれたもので、明らかにジョングルールが読んで上演することを、目的としていた。題材は八世紀ないし世紀フランス史の、 伝説的事件である。それは、ムアジニやサラセンジンとの戦いに明け暮れた、シャルルマルテルやシャルルマーニュ、ルイ一世の時代であった。やがて、歴史的伝説に、ファンタジーの要素が加えられ、イスラム教の敵の中に、巨人、魔術、怪物といったものが現れるようになった。さらに、当時の十字軍の体験から東方への冒険も、増え出した。 ある連作史では、ゴドフロワード・ブイヨンラを、主人公とした第一回十字軍と、エルサレム王国初期の出来事が形を変えて語られた。最終的に、13世紀14世紀の史では、歴史的軍事的要素は衰退し、ファンタジー要素が物語を支配するようになった。武勲史の主題の中でも、伝統的な題材は、後に、フランスものと呼ばれるようになった。 これと対比されるのは、騎士道物語の題材である、ブルターニュ物や、ローマ物である。ブルターニュ物には、アーサー王とその騎士の物語、ローマ物には、トロイア戦争、アレキサンダー大王の征服、シーザーとその後継者たちの物語などが含まれる。武勲士に出てくるキャラクターにはごく限られた類型しか、ない。手を返しなお変え登場する英雄、恐れを知らぬ反逆者。 ずるいまたは、臆病な裏切り者、サラセンの巨人、美しいサラセンの姫、などなど、これらは作品ごとに使い捨てにされることもしばしばだった。ジャンルとしての洗練が進むと、これに加えて、ファンタジー的な要素が導入された。そういった流れの中で、詩人たちが創作したキャラクターの中には、ユオン・ド・ボルドーに、初めて登場する妖精オーベロン。 ルノー・ド・モントヴァンが初登場になる魔法の馬、バヤールなどが含まれる。セルフパロディの要素もすぐに現れた。シャルル・マーニュの巡礼では、威厳あるシャルル・マーニュでさえ平気で、少々の対象として扱われた。形式としての武勲氏の起源には、諸説がある。19世紀の中世研究家、ガストン・パリスは、武勲氏は交渉の女子誌の伝統を継承していることを、 認定し、現代の著作家が他のジャンルの中で言及することがある、カンティレーナと言われる物語歌と同一視した。重要な事件に関する、こうした歌は、時にはその事件の直後に歌われた。例えば、ロンスボーの戦いでの指して有名でもない、待ち伏せ攻撃で倒れた人々の名前を、事件から60年後の誰もが知っていたという当時の記録がある。 元々の小事件が伝説として大きくなったことを示している。また、ギオーム・ド・ティールのイストリア・トランス・マリーナ及びのジャンのギベールのヘスタ・デイパー・フランコスの中には第1回十字軍をテーマにした当時の歌のことが言及されていて、現存するアンティオキアの歌の作者グレインダーでブリーによるとジョングルールや遠征に参加した リチャード・ルペ・ラランの作品から引いてきたということである。スペイン文学の我がシッドの歌は当時はスペインでも似たような物語の伝統があったことを示している。ガストン・パリスはさらにスカンディナビアのスカルド詩人ヤケルトのバードがそうだったように武勲氏の初期の歌い手は王や軍事指導者の宮廷にいたと考えたが、これに関しては決定的な証拠はない。 ジョゼフ・ベディエが支持する別の研究家の考えは、武ン氏はそれを作った詩人たちによって発明されたというものである。ベディエは、さらに、いくつかのストーリーを最初に作ったのは、修道士たちで、聖人だけでなく、伝承の伝説的英雄もつなぐことによって、巡礼の地を知らせるために、武クン氏を使ったのだと示唆した。物語の中には、 魔法の生物が頻繁に出てくることから、この意見は、交渉理論の発展以来少数の支持者を得た。しかしなお問題が多いのは、修道士は、ジョングルールの文学に手を出すことをはっきり禁じられていたからである。初期のブクニ氏は、類飲されたスタンザの中に十音節の修行の集まりだった。つまり、最後の強制の母音は、スタンザのどの行とも同じものだが、 死因は行によって異なる。これらのスタンザは一般的に列セと呼ばれる。スタンザの長さは様々である。後期の武君詩はモノライムのスタンザで作られた。スタンザの中のどの行も最後の音節に同じ要因がされている。他にも行が10音節から12音節に変わった。武君詩はジョングルールたちによって演唱された。ジョングルールたちは時には 仲間と一緒に、あるいは中世フィドルの伴奏をつけて歌った。いくつかの写本の中には、ジョングルールに対しての歌をやめるようにとの注意や、脅迫、翌日も続けるという約束、金銭や贈り物の要求などが書かれている。当時は、紙が大変高価だったので、すべてのジョングルールが読むことはできず、おそらく、歌が書き留められた後でさえ。 多くのジョングルールたちは交渉の伝統に頼ったのではないかと思われる。武勲氏の伝統において、交渉によって演じることが暗示するものは、修行、全スタンザはこの上なく顕著な交渉誌の決まり文句で、ジョングルールたちが演じる中で誌を構築すること、観客が簡単に新しいテーマを把握することを可能にしたということである。He History of France From ザーリエストタイムズツーザイヤー1789より、フランソは偽造が、ロンスボーでのローランの死同情、シャルル・マーニュ12世紀から15世紀の日付のある、写本の中に、おおよそ80の部君詩が現存している。有名ないくつかの部君詩は一度ならず、形を変えて書き留められている。初期の部君詩はほとんどすべて作者不詳である。一方、 後期の武勲氏の多くは、作者の名前が記されている。1215年頃、ベルトランド・バール・シュル・オーブは、その、ジラールド・ビエンヌの序文の中で、武勲氏が扱う、フランスものを、三人の主要人物にまつわる三つの、サイクルに分割した。武勲氏あるいはそこに取り入れられた伝説は他にもあり、デ・ドゥ・ボルデズ・リバウズという題名のファブリオの中には、ジョングルールが、 自分の知っている話をリストに加えたという13世紀後半のユーモラスな逸話が書かれている。他には、カタルーニャのトレバドゥール、ギラウトで、キャブレラのユーモラスな詩、沿線破面でカブラがある。これはその冒頭の言葉から、カブラ・ジュグラーとして知られている。本人が知っているのが当然なのにそうでない歌を書く、ジュグラーに当てて書いた教訓詩である。以下のリストは、 ジョキベルトランド・バール・シュル・オーブの分類に従って、整理したものに、さらに二つのサイクルと、どのサイクルにも入らないものを追加したものである。それぞれの部君子の掛けごらい図については、多くの異なる意見がある。王のジェストは、シャルル・マーニュ、または、その直後の後継者を、主人公とするもの。全体にわたるテーマは、キリスト教の擁護者としての王の役割である。 この中には、最初に書き留められた、武勲氏ローランの歌も含まれる。ガランド・モングラーヌのジェストの中心人物は、ガランド・モングラーヌではなく、その総尊とされるギオーム・ド・ジェローヌ。四次ではない若い息子たちである騎士たちが、反キリスト教徒の敵との戦いを通して、土地と栄光を得ようとする。ドーン・ド・マイアンスのジェストは王権に対する大逆と、無本を扱っている。 どの作品も反逆者の敗北で反乱は終結し、反逆者は後悔する。ロレーヌ地域圏伝統の歴史の叙事史的出来事を扱う地方のサイクル。現在知られているのは後期の形式で明らかにユオンド・ボルドーやデーン,ンオジェからディテールを引いている。ベルトランド・バールシュル・オーブはリストに入れていないが第一回十字軍とその直後のヨ波ハを描いたもの。 ブクン氏が創造した一群の神話は、ジャンルそれ自体の創造的な力がつえた後もなお、生き続けた。トルクアートタッソのイタリア語女子誌、リナルド、ボイアルドの、恋するオルランド、アリオストの、クルエルオルランドは、業務とジェローヌの生涯を、その未完の女子誌で78冊の写本からなる、ビルハルムの基礎にした。さらに、ブクン氏は、アイスランドのサガ、 カーロ・マグネスにも記録されている。実に19世紀まで、ローランやシャルル・マーニュの歌は、アーサー王と聖杯の物語同様重要なもので、そうしたテーマに基づいた、イタリアの女子詩は主要な文学作品に数えられていた。フランスものが、ブルターニュものによって、影が薄くなったのは、19世紀後半から20世紀にかけてである。ユージーン・ドルフマンと、ジーン。 ピエール・ツッセアウの著作の中で最初に発展した一般的なリーム構造に基づいてヘンリビットマンはク君氏の物語的構造をニーベルンゲンの歌やクレオール言語の伝説のものと比較した。騎士道氏君ーラン、武田秀太郎小役中央公論新社単行本2020年1月 ISBN4 から12から005259から1 武勲歌20作品の小役が収録。ありがとうございます。